とある京都の庭園だ。そこに佇むと時間という概念を忘れてしまう。そもそも時間というものが誰がどのように決めて、どのようなシステムで意味をなすのか知りたくもないが、ここの空間にそのような概念が必要ないのは確実だ。ある朝目が覚めると雨が降っていて、なぜ雨が降るかということを少し考えてみた。大気中の水蒸気が冷やされて地上に降りてくる、そんな夢のような美しいことなのに鬱陶しく感じてしまう時は多い。時間を妨げるそんな雨というものを心底私は恨んだ。それよりも私たちは時間に追われているのだと強く感じた。時間というものに私たちは果てしなく追われる。そう、果てしなく。そんな時間に追われる形で日々を過ごしてしまう自分は嫌いだ。時間と空間を切り離してくれる場所、どうすれば時間というものを忘れさせてくれるのか、その答えをこの奥行きのある庭園を持つ無林庵は教えてくれるかもしれない。